はい、皆さんお疲れ様です。というわけでね、2週目ちょっとまだ序盤どうなるか分かんないんで、最初の方だけちょっと10週目序盤は見ていこうかなというところで、1週目終わった後に放置してたわけです。はい。あ、ちょっと見ていきましょう。2週目はその際に以下の設定が出てきます。クリア済みデータの引き継ぎ、2章から物語を開始することも可能。可能性ということで。高難易度、剣気の選択。何それ。それです。ストーリー達成率。お？あん？あん？ちょっと待って、いろいろと突っ込みたいところがあるんですけれど、まあ、まずイオリは 100%。 うん、なるほどね。違うな、イオリじゃないな。ストーリーの序章達成 100%、 1章 100%、 2章 100% じゃない。あー、そっか、あそこで分岐なんかあったっけ。まあ、いや、3章 91%、 4章 79%、 5章 87%、 終章 100%。 うん。で、遺伝がハグレのせいば 100%、 ハグレのアーチャー 50%、 50%、 50%、 そうだよな、お前なんかおかしいよな、お前なんかおかしかったよな、確かにな。ランサー 100%、 ハグレのライダー 100%、 ハグレのキャスター 100%、 ハグレのバーサーは 100%、 若旦那 100%、 音出し花姫 100%、 音出し花姫 100%、 あれで終わりなんだ。ほー、アーチャー 40%、 アーチャー 40%。 まあ、アーチャー 40% はまあまあわかる。バーサーか 100%、 キャスター 100%、 キャスター 100%？ お前、いや、俺お前の新名も知らないどころか、お前と戦ってすらいねえよ。いや、お前 100% って言われても俺納得いかねえよ、俺ちょっと。え？はあ、らしいです。はい、ちょっと分かんない。じゃあ初めから、戻れない。剣気変更します。まあ2章から始めるんだったら2章からにしますか。まあ一応序章1章は問題なかったですしね。すべてのキャラクターのスキル獲得状況が初期化されます。だって一部のアイテムがさ、何なのかによりますよね。あ、貴重品かな。貴重品ならいいんですけどね。貴重品ならいい。吉原の花、高尾太夫との約定により、由衣小説の行方を探るイオリとセイバーだが、その行く手を豪華が阻む。エンサの声に応じるがごとく群がり集う義の担い手たち。思惑渦巻く戦場にて影が迫る。2章でしたっけ、上ルートと下ルートの選択があったの。アサシンの。
いやー、覚えてないなー、正直。あとは何を引き継がれているからね。お金が引き継がれてなかったら俺は泣く。換金アイテムね。換金アイテムが引き継がれてなかったら俺は泣く。金にしていればーって。いより、この香りは何だろう。早送りしていいですかね。いいよね。さすがにね、一緒だもんね。というわけで皆さん、アーチャーと出会いましたよと。あと、定位成功ですね。そして、アーチャーの神明が割れていくわけですね、ここで。で、ここでアサシンを倒すために、定位成功と、アーチャーと協力関係を結ぶと。で、セイバーが可愛いと。そういうことですね。で、ここで周囲と割れると。あまりにも有名人が来たじゃねえか、おいおいっていう感じですね。大会、これが大会ですか。諸般の事情から司令からネタバレを食らっていまして、いや別にいいんですけど、全然悪いって言ってるわけじゃなくてね、大会というものが増えましたよというところで、まあ、いや、戦ってみろよと言われております。まあ、戦ってはみるんですけど。なんか、伊織くんが強いままだ。ところで、伊織くんのレベルがとんでもなく高いですが、これはどうなんでしょうね。スキルツリーを初期化する。これね、いらないと思うんだよね。スキルポイントがね、無駄に。これもの残るんだ。別にいいんだけど。これも残る。よかった、換金アイテム残ってる。おお、なくなっちゃったと思った。てか最後出てきたんだからさ、残ってるよな。素材系も当然残ってる。多分ね、多分なんですけど、貴重品だと思うんですよね。これはさすがに、あれ？おかしいね。てか、はぐれのバーサーカーのやつないし。はぐれのバーサーカーのあれないんですけど。こしらえも強いままだ。まあ当然混ぜてもそのまま。ここでサムソンも使えるんですね。吉中子を使えると。やべえ、まあ別にいいか。そっか、遺伝をクリアしてないからか。やったー、ついにサムソンが。なんだよ なんだよ なんだよその表情は ちょっと待って やっぱさすがのバーサーカーだこいつ。ちょっと待って、お前、
ステータス高っ。やっば、セイバーと比べても、いや、ステータス高っ。やばいな、アタックとディフェンスと HP に極振りしすぎやろこいつ。やばい、ふぉー。まあそこは最後やるとしまして、来ましたー、きちゃー。これを取れるってことは、つまりこれを取りに行けるってことなんですよね。鍛錬の甲斐があった。はい、あのサボってたせいで全然取れませんと。でもこれもスキルツリー初期化ってスキルポイントどうなるんですかね。まあ別にいっか、まあ何はともあれ、これでいや浅草のいろいろとね、実は赤坂か、赤坂実は割と回れてないとこがあって、てかここね、いまだに行けないのね、なんなんすかね。で、一応ここで話さないと進まないのか、そもそも。まだ遺伝どころの話じゃないのか。一旦ですね、確かに一旦でした。フォークの一旦。ああ、かわいい。まだツンツンしててかわいい時期ですね。あれ。で、遺伝をここで始めておかないといろいろと進まないはずなんで、アーチャーの話がね全然進んでないんで、何があるんですかね。二の内レースかっこよすぎてまして、ランクなしはやばい本当に。てか離処分がまだ出てきてないせいで、あの瞳孔外されてたの、おもろ。うん、この辺もう一回やらないといけない、めんどくせえな正直。やるやんけ、ティース行こう。しかし、あのカイドモは何だったんだ。クモも次々湧いてくるとは。大方、義の余波で生まれたカインは霊脈に引き寄せられているのだろうよ。勝ちたいのならば、まず己の命を尊ぶのだ。命を失えば、対岸は遂げられんぞ。即員の心なきは、人にあらざるなり。罪なき人に死ぬのは、嫌いだ。そして笑べる死ぬのは、
一撃です。行くぞ。おお、火を通さん。この一撃で逃がさん。いいね。相変わらず戦闘中に喋れないのここ、まあ、それはいいんです。よくある。次でかいのが出てきたら宝具ぶっぱでいきましょう。よかろう。無限の賭け受けるがいい。この時からすでに宝具使いましたっけ。使えたよね確か。神明割れたから。焼け落ちろ。そうや、君剣も一応あったんだよね。対戦してると分かるんだけど。やるやんけ。てか定成功さ、あの棒なんだよね。そうですよ、そうですよ。よし、まるで攻撃があるような動きをするか攻撃じゃない。よかろう。無限の賭け受けるがいい。突撃河川っていうかさ、威力高くないですか突撃河川。気のせい。焼け落ちろ。うん、高えよ。欠けたから分けが欲しいな。欠けたから分けが欲しいな。今一番欲しいまである欠けたから分け。鉱物に他なれしのレベル5が取れないんだよね欠けたから分けないとね。ね、もう しかしあれですね、2章からちょっとだけ分岐するってなるとかなり変わるんじゃないかなと思うんだが。なんだ、名残惜しいか。そういうことらしいです。はい、まあもろもろ取ってはね、カラバンがね、正直ね、あとどこにあるか分かんないぐらいかな。スクノシンしかいない。そうだよな。でスケノシンの依頼もね、またねちょっとめんどくさいんですよね。残りが、残り結構めんどくさいやつなんですよ。確か魔術とあの英霊魔人にしても見事な館だ。伊織の長屋とは随分と違う。随分と違う。憔悴と浪人を比べるな。いらっしゃ。マジでおもろいそれ。なあ、かや。なあ。またのお越しをお待ち。あの誰かわかんないですけど、これをやらないといけない気がしたんです。誰かわかんないけどね。でなんか戻ってきたら全然変わってるね。うん。
全然変わってるね。あれは何それももらえるんだ。俺は俺のなすべきをなそう。空の壁。無駄だ。終わりだ。ミスらうわ。受けてみろ。大技が来る。構えろ。来い。ミカと気になってる場合で。私に続け。より。なんかめっちゃ食られてますけど。タイミング。見えた。こんなボコボコにされていいんですか。一応赤坂の目標をクリアはしてるんで、てか町の課題は全部クリアしてるんで、そこら辺は別に気にしなくていいんですけど、敵いらねえんだよ。前というあれだ。被弾しすぎでは。そうですね。ごゆっくり。こな。イエーイ。またのお越しを。とりあえず赤坂も全部取ったから、あとあそうだ、あとあれか。夜空で売却ができるようになりました。今でもできたくね。今でもできたくね。何急に。ああ、これいらないんだよね、正直ね。いらないわ、それそ、それは買わねえわ。これが上位のやつやったら、それは買うけど。ありがたいの。またあれ弱くね。あやばい、これもらえるやつこの時代のやつだからクソ弱えわ。クソ弱えわ。いつでもよく。あの今ので一応買い物したことになるはずなんで、一応この辺に行こう。またいつでも。で玉蓮のそうできるようになると。あ、すいません。よろしくお願いいたし。感服しました。伊豆長あと1、羅刹武者あと1、青鬼あと1、王女ローグも。
あと2。多分こっちの方が早いと思う。で、話題で問題の大怪とかいうやつがあそこにいるんですが、やってやろうじゃねえかよこの野郎。2周目以降のプレイでは江戸の各地に通常の怪異よりもはるかに強い大怪異が現れます。大怪異を撃破すると、100機捕物帳100機捕物帳は達成でき報酬を得られます。いずれの大怪異も撃破するのは至難の技です。十分な支度を整えてから殺して挑みましょう。うわ、怪異かならば切ろう。あ、そっか、ちょっとザッ、今のうちに傷を癒せ、死ぬぞ。受け力を借りる。分かった、私に続け。よりいきなりなんか大ダメージ食らってくさ。ザコ処理だけこれやって、出番だ。どうだ、ここまでか。あ、逆に死んでくさ。よく片付けよう。おお、なに、味方もこうしてない、あれで、なんか風の方でやれって言われたんで、やってやろうじゃねえかよこの野郎。より奴は大技を放つぞ。毎回見誤ったか、避けれねえ。俺は俺のなすべきをなす。あれさ、敵もやっちゃって味方もやっちゃってるの、もう風の方なんだ。敵放つ、頼む。出番だな、私に続け。より、これ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 、弱い弱い弱い、ここまでか。避けれねえんだけどこれ。避けんねんだけど、避けきれなかった一発で死ぬの、おもろ。回避上昇してる、これやばいな。何か当たってません。飛ぶ嵐のごとく、決める。これだな、セイバー。どうだ、どうした、受けてみろ。受けてみろ。大技が来る、構えろ。見誤った。これこれ止めれなかったら死ぬわ。死ぬわこれ。おもろすぎるだろこの回。
やばこれ。マジ？え、これどう？めっちゃ追尾してくるけどどう避けたこれ？君は弱いのだから。弱くともやれるだけのことはやるさ。大技が来る。構えろ。やばい。かなり洗礼を受けています。ならばせいぜい。私の邪魔をするな。吹きすさぶ嵐のごとく。油断したな。あ、マジ？これね、逆にね、引いちゃダメだな、これ。だった忘れちゃうなあれ。より奴は俺止められなくなる。止まんねえわ。共に戦おう、セイバー。これ止まんねえな。ならばせいぜい私の邪魔をするな。ラッキーパーンチ。ここまで。あ、引っかかった引っかかったそれはねえわ。引っかかったんだけど。どうなんかな、これ避けんのかな、これで一回試してみるか。風の方今発動したら避けれてたかな。よく片付けよう。まあ普通の方でもいけなくはないと思うけど。防御力やべえな。たまんないのかな、ちょっとな、困っちゃう。どうだろう。避けれた。力を借りる。避けた避けた。セイバー、どうだ？
応これでも止めれるし、ただ外角ゲージが全然削れないですね、この武器。この風の角とかいうやつ。ここまでか。マジ？あれさっき避けれたのはやっぱぐるぐるにしてたのかな。真ん中突っ切られるとさすがに無理か。え？じゃあ悪くね？無理はするな。君は弱いのだから。弱くともやれるだけのことはやるさ。止められてはいる。これはつらいな。これ風の壁でいけたりするの？ほんまに。せめてこれ強化しないと無理だね。これだ、これ。合図をくれ、ユリ。出番だ。すぐに行く。逃げた。いやー、間に合ってないか、これ。いやー、はぁ、おー、弱すぎる、あのスペシャル弱すぎるよ。強攻撃ね。始まったか。吹きすさぶ嵐のごとく。大技が来る、構えろ。まあ、これはさすがに近いんで止めれまして。ああ、もう勝手にストライキ切るな。いつでもよい、呼べ。こっちだ、分かった。
これはさすがに間に合いまして、なあ引っかかった最悪、サンバスに引っかか橋に引っかかんのやめて、マジで橋に引っかかんのやばすぎるこのゲーム。無理はするな、君は弱いのだから。弱くともやれるだけのことはやるさ。大技が来る、向いてないこれ、まあ、かかったんですよ。こちらも引っかかれば相手も引っかかるというもの。あ、やべ、私に続け、より何かですね。せいやー、せいせんね、脱目せよ、力を借りる出番だな、私に続け、よりのはバカ野郎だ。あぶね。ああ来ると思ったわ。ほら外角球児削りまくってやるよ、ほら。あ、意外と威力弱い。これ以外はワンパンは殺害されんか。受けてみろ。セイバー任せろ。ね、どれだっけ。水よ、谷谷流れ、海へと至りと星をなせ。さすがに使います。絶技発揮、怒涛。どれだっけ。
って行って。サムソンまだ。油断したな。ミスった。いやあれジャンプで送れんかなって一瞬思ったんですよ。聞こえんかった。まあこれはこれでいいとしまして、これそのうちさ、カウンターにもカウンターすら一撃で沈めてくるやつ出てくるんでしょうね。危ねえ、動いてくれてありがとう。セイバーの攻撃サムソン、守るべきものを守るために。間に合わんか。足りねえ。ぶねえ。シンプルに今死を確保したわ。シンプルに死を確保した。分かった、いけるよね。危ねえ。足りてる。風の刀もいけちゃったよ。やったな、セバ。これ式喜ぶほどでもない。せやろか、喜ぶべきやと思うか。これイエーイ、風の方最強。何がやねん。いや普通に空の方でやりたいよ、こんなもん。いやね、正直外角ゲージ削るんは風の方結構強いような気はします。割とね、間違ってはいないと思うんだよね。あれ結構強いんだよね。うん。ただ、この辺強化せずに行っちゃってるのは、行っちゃってるって感じ。うん。これだって強い、つまり見て、このさ、この2分強くないですか？この2分。さっきの攻撃見たらわかるでしょ？使ってたじゃないですか、結構これ。この2分が強いんですけど、で、しかもね、さらにね、これもあるんですよ。うん。魔力ゲージの最大値今確か10だったと思うんですけど15まで増えるんですよ。うん、つまり何が言いたいかっていうと、魔力ゲージ貯めて、強攻撃2からの、相手がひるんだらひたすら強攻撃1を連打するっていう動きがめちゃくちゃ強いんですけど、それをやる
本当の強い意味でやろうと思ったら普通に強化すべきなんだけど、俺は強化してないっていうね。何が言いたいかっていうと、うん、あの風の方強いです、うん、マジで普通に風の方強いから皆さんも使ってみてくださいね。あの怪異相手には普通に強いからね、冗談抜きで。今の見ても分かったでしょ、普通に強かったでしょ、うん、と俺は思ってるんですけど、どうなんですかね。ええ、あ、分かんないっす、はい、あの普通に空の方使った方が楽じゃんっていうのは、うん、私もそう思ういや、ま、分かんない分かんない、ちょ逆に空の方使って倒してみる。ああ、ちょ一回これセーブ出たわけでさ、きっとこれいけねえしな、ここ。まあ、慣れ、経験値はもちろんあり、あれども、風の方でひたすらあいつと戦ったから、経験値はあるとはいえども、空の方と風の方、どっちがやりやすいかっていうのを見ていきましょうよ、皆さん。ちなみに私は空の方をプラス200まで強化しているっていうことも忘れなく。一応空の方はねプラス200まで強化しちゃうんで、空の方が圧倒的に火力が高いんですけど、まあ、それはそれとして、もう怪異か、ならば切ろう。よりやつは大技を放つぞ。これシンプルミスね。始まったか。大技が来る、構えろ。どう思うこれ。あー、そこからの飛べれんだ。お前どんだけそれやつねん。さすがに怖いから。お前、お前普通攻撃してこいよ、お前。おい、通常攻撃、通常攻撃、通常攻撃してこいって。どんだこれ、ちょっとおかしくない、これおかしいって。通常攻撃全然してこんの。より、やつは大技を放つ。あ、引っかかった。いや、どうなんだこれ、全然なんか全然通常攻撃してこいんだけど、これちょっと分かりにくいな。始まったか。もらった。そう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 。これさ、リア割とマジでさ、外角球か。おぶね。急に目標変えんな。外角ゲージ削るまではさ、風の方の方が強いもんね。いつでも良いぞ。より。むしろ懐に取り込む。結構広い。いや、マジでこれしかしてこない。こいつ通常攻撃してこいって言ってんの俺は。いや、どうなんだろうこれ。
なんで連続してくんねんお前はよ。あ、分かった、これ外角ケージ削った後圧倒的に食うのかとかやりやすいよ。うん、ないまでもないね。あ、でもね、分かる人分かると思うんですけど、セイバーのあの強力ゲージの溜まり具合見てください。風の方の時はこの時点でもうすでに溜まってたでしょ。で、今溜まってないんですよ。つまりどういうことかというと、圧倒的に今の方が攻撃ができてるってことですね。いや、今度は逆にさ、全然いけ。そう、赤ゲージこんなったなーって言おうとしたら来たわ。こっちが本番まであるんで、ミステイクこのさ、あぶねえ、白乗った。なんならさ、こいつ食うのかだったらさ、交代しないとも削りするそう。やっぱ食うのかとか最強や。誰やお前、風の方とかいう縛りプレイしたん。あ、やべ。これさっきと同じね、緊急回避。守るべきものを守るために。お前4000近く耐えるかって、お前防御力1200あるやつが通パンされたんだけど、やばすぎこいつはい、というわけで皆さん
あの風の型なんか使わずに空の型を使いましょうっていうことが分かったところでね、まあ、あの空の型一応プラス200の強化値が入ってるんで、まあそういうのはありつつも、おもろすぎるだろ今の酸素酸素だけど 大回相手にはあのサーバントでやっても油断しないようにしましょう、うん、ハグレンのバーサーカーですら通パンされるんです。あの通常サーバントだったら一撃でやられてもおかしくないんで気をつけましょうね皆さんおもろすぎる、さすがにちょっとおもろいわ。サムソン、お前髪の毛切られなくてもやられるのかよサムソン。はい、というわけで なんか復活しちゃった。あ、大回復活しちゃった。あ、大回倒しに行かないと。大回復活しちゃった。倒しに行かないと。あー、なんか復活しちゃった。共に戦おう。ねえお前ら、澄み渡る天のごとく。ならばせいぜい私の邪魔をするな。行くぞ。この時代のこいつらには負けるわけないだな。ああ、勝ったな。私の力で。はいはい。まあでもね、外角球児削るまでは風の方でも割とありやと思うんですよね。いや、割とそれはマジでね。今まだ強化されてないけど。ミスター。この辺強化して、相手が隙を見せたら、とりあえず魔力ゲージ貯めて、何かしらで。まあ、魔術使ってもいいと思うんですよ、全然。魔術使ってとかで魔力ゲージ貯めるじゃないですか、まず。で、まあ、魔力でひるんだらひるんだでいいし、ひるまなかったらひるまなかったで、強攻撃、強攻撃2か、通常攻撃、強攻撃2を使った後に、相手がひるんだら、強攻撃1を連打して、火の玉をゾゾゾゾゾゾゾって、めっちゃ強かったじゃないですか、あれ。あれをやると。まあ、割とマジでありだと思うんですよね。風の方も割と普通に強いとは思う。まあ、ただ、空の方が圧倒的に強すぎるのは、まあ、それはそう。それはそうなんよね。って感じですね。はい。というわけで、今日はこんなところですね。今後、まあ、引き続きやっていきますが、ちょっと動画化するのはちょっとどこにしよっかなって感じですね。ストーリーを動画化しても一緒なんで、ほぼほぼ。ただ、問題点があるのは、分岐点がちょっと分かりにくいから、ひょっとしたら分岐点分からずに、動画化する前に終わっちゃうみたいな可能性もあるんで、そこら辺はちょっと考えます。はい。というわけで、まあ、2周目はこんな感じで大怪異を倒していく戦いになると思うんで、大怪異倒すところは当然全部取りますよ。というところで、皆さん、お疲れ様でした。おやすみなさい。まだ寝ないけど。